今朝はパリから伝統の石畳についてです。はい、石畳の街というとね、いかにもヨーロッパというありました。理由は7年後のオリンピック、パリ市は開催地に名乗りを上げています。石畳で街のイメージアップを図るのが狙いです。アスファルトの下に埋もれていた石をきれいに磨いてまた敷き詰めます。伝統の石畳の復活です。石畳に彩りを添えようという取り組みも始まりました。画家のジャスペールさん、石畳に自分で絵を描いた石を埋め込んでいきます。道行く市民や観光客の目を引こうという遊び心です。ジャスペールさんは4年前から工事で剥がされた石畳の石をキャンバス代わりに絵を描き続けてきました。これに目をつけた地元の区役所が破損した石畳の補修に使わせてほしいと依頼したのです。私の絵が石畳の一部となるのは嬉しいことです。パリの石畳はこれまでも、そしてこれからも何百年も時を超えて残っていくんですから。波が今新しい息吹を吹き込まれて蘇りつつあります。